緒に、うん、なんかこう幸せな状態を目指すっていうよりは、なんか瞬間的にこう絶頂を目指すっていうよりは、一緒になんか幸せを考えていっている過程がすごい楽しいし、いい状態だなと思うので、うん、動いてるなと思います。変わるものだと思うし、変わっていると思うし、でもそれがなんかこう、私はあんまりなんかこうめちゃくちゃいい方向に、なんかこうめちゃくちゃ完璧な状態に持ってこうとか、なんかめっちゃ一人一人が幸せな状態になろうっていう気持ちはあんまりなくて、そういう風に変えたいみたいな気持ちはなくて、まだなんかこうニュースとかを見ると、そういうまだ悲しいニュースがあるからこそ、そこはある意味変えなきゃいけない、自分がまだ働きかけていきたいなって思うんです。大変な時に幸せへの抜け道を常に探せる状態にはしたいなと思います。分からないなとか難しいなって思った時に、なんか難しいからダメだと思って、現場にこう耳を傾け続けることがすごく大切だなって、それだけは、はい、思うな。私は教育分野というところで今回お話をさせていただきます。で、私は私のなりの今の活動を皆さんにこうお知らせして、そこに対して皆さんがこうどう思うのか、何を考えるのかっていうこと、声をまた一緒に聞かせてもらうことで一緒に考えたいなと思っていますので、当日お会いできることを楽しみにしています。